A-5 ビジランティエンタープライズに着艦する A-5、AA-5 及び RA-5 はアメリカ海軍が1960年代から1970年代に運用した艦上攻撃機、偵察機である。愛称はビジランティ。1955年時点でアメリカ海軍は1000音速大型艦上核攻撃機、ダグラス A3D、スカイウォーリアを運用していたが、当時の航空機の急速な発展により早々に陳腐化し後継機を必要としていた。これに対して1953年半ばからノースアメリカン社がノースアメリカンゼネラルパーパスアタックウェポンとして自主研究していた超音速艦上核攻撃機の一つであるNA-233案が採用された。1956年8月29日に契約が結ばれ、A3J の仮正式番号が与えられた。その2年後の1958年8月31日には、A3J-1 試作1号機が初飛行している。1957年には先行量産型 A3J が発注され、1960年からは、本格量産型 A3J-1 が発注された。1962年9月18日には命名法改正が行われ、A-5A に名称が変更されている。A-5 は1960年12月13日にアメリカ海軍の操縦士、ルロイ・ヒース中佐と爆撃広報士ラリー・モンロー、中尉により 1000kg の搭載物を積載して、M2.1 からのズームアップにより、高度 27,874.2 メートルまで到達した。この記録は13年以上破られることはなかった。A3J1 は高速力で敵防空網を突破するために野心的な設計となっていた。高翼配置のクリップドデルタ型の主翼と全誘導式の水平、垂直尾翼や二次元可変インテークで吸気する。胴体後部の2機の J79 ターボジェットエンジン、さらにはエンジン周りなど重要な構造部にチタンを使用すると、後のミグ -25、海 -15 といった速力マッハ2以上の軍用機の先駆けとも言える構成となっていた。なお、実物大モックアップの時点では、ハンガーデッキの高さ制限を満足するために、ミグ -25 や F-15 と同様の総垂直尾翼だったが、海 -14 の経緯と逆を行く1枚の垂直尾翼への改定要求から、主翼、機首に加え、垂直尾翼まで折りたたむようになっている。主翼外皮は、アルミニウム-リチウム合金削り出しによる完全一体成形となっていた。高速化のための翼面積削減と実用上は、無意味な相対風速0での離艦という要求の両立のために吹き出しフラップを装備したが、着艦速度を抑えきれず、未熟、もしくは不注意な操縦士にとって困難な作業となった。フラップ部分を大きくするために、ロール制御を水平尾翼の作動と左右各3枚のスポイラーの協調動作で行うことにより、エルロンを省略している。空気抵抗削減のためにアレスティングフックは、飛行時は機内に収納し、空中給油装置も機内に収納する。またエンジン部への熱反射に金を使用したり、高温になる機体の幾箇所では、一般的な油圧ではなく、窒素を使用したりもしていた。マルチモードレーダー、パイロット、S、プロジェクテッドディスプレイインディケーターと呼ばれた、ヘッドアップディスプレイ、機首下部に設置されて、画像オプディや、後部席、レーダーディスプレイに表示する、テレビカメラ、夜間飛行用のレーダー、イクイプットアナーシャル、ナビシステム、集積回路デジタルコンピュータバーサタイルデジタル、アナライザーからなるAN/ASB-12 広報攻撃装置を装備していた。操縦系には、フライバイワイヤを装備したが整備を困難なものにしていた。乗員は操縦士と爆撃犬広報手の2名である。前後席は、独立したクラムシェル式キャノピーで、前席は強化アクリル製だが後席は金属製で両側面に小型窓を持つため、探査機のようにも見える。リニアボムベイの内部構造核爆弾の搭載は胴体内のリニアボムベイに収容する独特な設計となっていた。リニアボムベイに核爆弾と2個の燃料タンクを連結して搭載してあり、爆弾投下時はテールコーンを切り離し、目標到達時点でほぼ空になる燃料タイプごと核爆弾をドローグガンで後方に射出する。これにより投下時の速度低下を極力抑えることを狙っている。タンクにはフィンを取り付けてあり、投下コースを安定させる。この設計はカタパルト射出時の衝撃で燃料タンクが脱落するなどトラブルも多く、また、米内には一発の核爆弾しか搭載できないので、通常攻撃機への転用の道を閉ざすこととなった。なお、米内の燃料タンクを空中給油システムに変更し、空中給油機として運用することもできた。胴体内リニアボムベイの他にも、並走の搭載は可能で、主翼下には左右にハードポイントがあり、必要に応じてパイロンを増設して、核爆弾を含む爆弾や増装を装備できたが、通常の構成では高速力発揮のために作戦時は爆弾、増装ともにリニアボムベイのみを使用することになっていた。1961年には訓練部隊のアメリカ海軍第30攻撃飛行隊から配備が開始されている。なお、A-5、RA-5 ともに外国軍隊への売却及び供与はなされていない。1962年8月から実戦配備されたが、攻撃機型は2個飛行隊にしか配備されず、実動任務としては母艦航空隊として数回地中海へ派遣された。また1962年11月のキューバ危機では、A-1 の A-5A はフロリダ州のキーウェストに展開し、キューバへの核攻撃をも辞さないという合衆国政府の強硬姿勢を表明する一環を担った。しかし、早くも1964年には実戦部隊での収益が終了し、1967年には後日の RA-5 も含めて各攻撃任務から外されている。これはソビエトの防空体制の評価により航空機の侵入が困難と判断されたことと潜水艦発射弾道ミサイルの実用化により海軍の戦略的核攻撃能力を航空母艦から弾道ミサイル潜水艦にシフトすることとなったためである。RA-5C 高速飛行を目的とした軽量化のために初期型は 3.5G、後に 5G 程度と対 G 強度が低く、またリニアボムベイをはじめ核爆弾投下に特化した設計であるために通常兵器主体の運用へ対応できずに攻撃任務から外され、最大速度がマッハ2以上と高速であることから、偵察機に回収されることとなった。1962年から、偵察機型 RA-5 の発注が開始された。新造機、回収機とも最終的には RA-5C となっている。A-5A からの変更点としては、大型ハンプパックの胴体上面への装着による燃料タンクの追加、各種偵察用カメラやAN、ARC-61電子偵察システム用のパッシブエレクトロニクスカウンターメジャースアンテナ、AN、OS-21 赤外線センサー、AN、APD-7 速報監視レーダーなどを搭載するカヌー型フェアリングの胴体下面への装着であり、リニアボムベイを転用しなかったため、運用当初の RA-5C は核爆弾も搭載可能であった。ただし、偵察任務実施時、また本機が各攻撃任務から解放された後は、爆弾搭載箇所には燃料タンクが装備された。RA-5C は1963年に第50攻撃飛行隊から部隊配備が開始された。1964年からは、ベトナム戦争に投入され、南シナ海に展開する空母機動部隊から、北ベトナム上空へ出撃している。高速力を生かした偵察を行ったものの、損害も大きく18機が撃墜されている。ベトナム戦争後も配備は続いたが、前述の機体強度の点や、艦上機としては、並外れて大型であるゆえに運用面で苦労が伴うことなどから、海軍は回 -14 偵察兼任型が充足するまでの間 RF-8G をつなぎで用いることとし、1979年11月までに RA-5C は全機退役した。A-5 三面図 A-5、RA-5 各型の側面比較図 NR-349 のコンセプトモデルエリア88プロジェクト4のタンドリア侵攻の際に地上軍を偵察するも迎撃のメイ-21に撃墜される。ありがとうございます。